今質問しました大学の木村と申します、えー、とますた映画がまたありますけれどもそ,のそれ以前の,あのディスカッションのところで、えー、今日の朝の9時10時からここまでをまとめようという無謀な課題を仰せつかって大変困っているんですけれどもあの、まあ、今日簡単に言いますと今日の回は3つのキーワードから成り立っていると思います1、えー、つがあの持続可能な社会2つ目が再生可能エネルギー3つ目が大学の役割とでこの3つについて一言ずつ あの今日のお話を伺っていて感じたことを述べさせていただきたいと思いますえまず最初ですけどこの今日の会は今日の午後の最初の時にヒッツァ先生からご説明があったようにこれまで数年間 ICU でま連続を行ってきた連続セミナーの延長にあるんですけれどもこれまで例えば1回に週の間に ある週に一つ、また数週間後にまた一つという形で行っていたものを、大学でいうといわば、その集中連続講義、集中講義みたいな、集中連続講義という形で、1学期分を1日に集めてしまうという、そういう試みだったと思います。で、そのおかげで、週末に行うことで、地域の方、あるいは私のような保管大学の人も参加できるようにするというのが、今日の狙いだったわけです。 でどうしてこういうことをやろうと思ったかということは筆田先生に聞かないと分かりませんけれども、まあ、この持続可能性というキーワードを考えてみますとやはり今のエネルギー体制が持続可能ではないということを筆田先生が今日おっしゃいましたでこれは一つは環境という側面でいろんな負荷をかけながら私たちは生活しているわけですねでもう一つは経済的側面でこちらは今のエネルギー体制は経済的だというあの誤解がありますけれども例えば化石燃料の場合は 原子力発電が止まったときに国府の流出国の富が流出する例えば電気を買うときに作る燃料を輸入するわけですよね膨大な量を輸入しながら日本は今すぐ生活をしているわけでこれは非常に将来の世代にも負担をかけるような生活をしているわけですでじゃあ原子力発電をしたらどうするかというとこちらはあの 今の、えー、運転コスト自体は安いかもしれないけれども、えー、作るところから配慮するところまでを考えるとやはりこれはすごいあの実は安くないわけでそういった意味でも経済的にも負担をかけているでそういった状況をどう考えるかというところからこの会が出発したというふうに思っていますそこで今日はこのその中で再生可能エネルギーと大学の役割という2つの点に焦点を当てていますでまず、えー、再生可能エネルギーにつきましては今日朝一番に。 グッドにヨハンソン先生のの方かから電力ばかり議論するのではなないいという非常に大事なご指摘を受けましたでヨハン先生もおっしゃったようにあアイルスランドですらそうなのかと思いましたけれども日本でもやはり電力にばかり焦点が当たっているけれども実際はネスの方が割合が高いですしエネルギーをもっと広く考えなければならないということが ご指摘いたただきましたで実際今日の各セッションの中ではさまざまな、えー、事例ということで広く考える手がかりをたくさん与えられたというふうに思います。 で次に大学の役割ですけれども、え社会でもさまざまなアクターがありますよね。例えばえ、市民という意味でも、今日学校と明星学園のように協力した例もありましたし、企業活動も素晴らしい企業活動を今日聞くことができました。まさに持続性に責任を持つ企業ということを聞きました。で、自治体につきましても、あのマニュアルモデル、非常に魅力的な、うつり住みたくなるようなモデルをあの提供していただきましたしえ、そういう中で大学っていうのは、一体どういう役割を果たすかということについて、やはりあの、さっきの,あの、の、えー ナルシーさんが少しおっしゃったようにパート・オブ・ゼ・ポリューションではなくパート・オブ・ゼ・ソリューションになるという使命がやはり大学にはあるわけですよね。で、ヨハネ先生がおっしゃったように大学がブランドを考えるときに駅伝とかあるいは日本的に言うと駅伝であるとかスポーツとかだけではなくて今後は再生可能エネルギーにどれだけ取り組んでいるかということが大学の一つの,あのブランディングというかイメージあるいはアイデンティティと関わるというお話をいただきました。で、じゃあ具体的に大学に何ができるかということを考えたときに 1その一つが、これはあの先ほど、マニュアの大田市長が見事にまとめられていましたけれども、研究と教育、そして実践の3つの側面があるわけですけれども、それを地域と一緒にどうやって進めていくかということについても、今日は非常に具体的なヒントを、あの私もあの受けて大変感謝しています。で、そのように考えてみたときに、一言でまとめると、今日私が感じたのは、ギャップなんですね。どういう意味かと言いますと、えー、まず可能性がこれだけあるという。 可能性の広さと現実の行われているこれだけ可能性があってで今日取り上げた例って全てあの模範的な実例ばかりだと思うんですけれどもそういう局所的な模範的な事例を見ることで逆に全体がいかになっていないかというかいかに可能性がまだ使われていないかということが逆に浮かび上がるというのが今日聞いていての私の一番の感想です。 でそうすると一見、絶望してしまってもいいような気もするんですけども逆裏を返すとすごく希望がある希望に満ちているというか何をやっても希望になるというか誰でもあの自分のとこできるところから始める余地があるという意味でものすごく日本は、えー、希望に満ちた社会である <laughs> ということをあの思いましたで実際、希望が単なる空虚なものではないということもいくつかデータがありまして例えば、市民発電所がこれ先日の NGO 調査で、えー、5月2日の新聞ですけども市民発電所が1000か所を超えた。 という話もありますし、えー、先日の日経新聞に載っていましたけれども全量再生可能エネルギーを目指す国際的な連合の、えー、日本で初めてリコという会社が加盟したという意味であの日本でもいろんな動きが見られつつあると。 で今日これで私たちあと映画を見てあの帰るわけですけれどもそれぞれここにいらっしゃる全員が何かの持ち場を持ってると思うわけですね私の場合家の持ち場もあるし大学という持ち場もあるしそういった持ち場でそれぞれがあの今日の聞いたことの中で何かヒントをもらって何ができるかっていうことを実践してそしてまたあのこういった場に持ち帰って同窓会じゃないですけども私はこの,このその後の数 ヶ月数年間でこういうことをしましたということをそれぞれが持ち帰ることができればと思っていますでそういう意味であの今日あの大変あの素晴らしいインプットを頂い,いた先生方とあと最後まであの本当長丁場でしたけれどもお付き合いいただいたあの来ていただいた皆さんに本当に心から感謝いたします。ありがとうございました